感覚直感でどういう違いがあるんでしょうねっていうのを今日皆さんでやっていければなと思ってます。で、今日はこちらですね、MBTI への招待っていうユングのタイプ論の応用と展開っていう、こちらを元に、あなたは感覚思考、それとも直感思考、なんで一応今ここでは私は ESFJ を自覚しており、こちらは ISFP なのか、もともとは N か S かで、そうそう、もともとは、なのでちょうどこの台はこの台は体調に考えていただく意味でも、こちらでこの MBTI では、さっきのライブでも、ちょっとお話をしたんですけども、順番がですね、E と I 外向内向っていうのは、エネルギーの方向ですよ、で直感と感覚っていうのは、ものの見方ですよ、で T と F は判断の仕方ですよ、で J と P は外界への接し方ですよ、っていうのがあるんですけども、このじゃあ感覚思考直感思考、ものの見方ですね、先週やったのは外向内向っていうのはエネルギーの方向性だが、その人の基本的な心的機能の核となるものに情報を取り入れ、その取り入れた情報に対して結論を導き出すっていうのが、知覚機能と判断機能、J と P ですね、でこの知覚機能に2極ありますよと、もう一つその一つは具体的な事実から情報を集める感覚、もう一つは抽象的なイメージや関連づけることからひらめいたもので、包括的に情報を集める直感機能であると、なのでその外向内向っていうのは心のエネルギーの方向、で情報を取り入れて結論を導き出すのが J と P があって、その J と P に2極つながってますよと、そこに感覚と直感がありますと、で、人の中には実際に経験して具体的でかつ実際的なことや事実に引きつけられる人がいると、実際起きていることや現実にあることに惹かれるということが感覚に思考して知覚していることになると、実際に起きていることに惹かれる、 事実に、ってことですよね、で感覚を思考する人は、まるで鉄が磁石に引きつけられるように事実に引き寄せられると、そのため彼らははっきりしていることを求めるように駆り立てられ、物事を実際的に意味のあることにしようとする、そのためしばしば彼らの創造性は新しい課題を解決するとき、親しんだ戦略方法を応用することで表現される、例えばエジソン、彼は何百通りもの実験を試み、実際に使える電球フィラメントを作ったよと、それはよく知っている方法の応用を積み重ねながら創造していく方法、なのでこの感覚思考の人は周囲から着実で規則正しく詳細を極め、今ここに意識が向いている人に思われることが多いと、一方比喩的なものやアイデアや可能性を関連づけていくことに引きつけられる人は直感機能を思考して知覚する人であると、直感機能を思考する人は明らかなことより洞察、複雑な体系を探し求める、直感機能で知覚するということは、目が光を捉えるようにひらめきを信じるようなものであると、物事の関連を見出そうとする努力はあたかも2本の枝をこすり合わせて火を起こすかのように、新しいことを見出そうとする、なので周りの人からは想像力が豊かとか、型にはまらないとか、考え方が斬新、未来に目が向いている、今ここなのか、未来なのかで、このような違いは、コミュニケーションで
現れるよと、うん、感覚の人っていうのは一つ一つ積み重ねていくことや、うん、実際的なことに惹かれ、うん、現実的なことに重きを置く、うん、チャンネル登録者数やと。一方、はい、直感を思考する人は、うん、全体像やゴール、うんうん、概念などに引きつけられ、うん、アイデアを出すことに重きを置く、うん、これらの違いに対する認識がないと、うん、感覚を思考する人にとってみると、うん、直感を思考する人が概念や理論に基づいて話をしているときに夢みたいなことをやたら考えている人とか、うん、机上論として映ることがあって、うんうん、逆に直感を思考する人にとってみると、うん、感覚を思考する人が、まあ、例えば詳細や実際的なことに興味を持って話をしているときに、うん、こいつつまんない、うんうんうん、想像力がない、うんうん、って映ることがある、うんうん、でも少し考えると両方の機能とも何かをなすためには必要、うん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 、当然それは、うんうん、両方必要って話、両方必要、うんうんうん、もちろんみんな両方持ってるっていう話でもあるし、でなぜならば何か実行しようとしたときに、うん、全体像も必要だし、うんうんうん、詳細も必要、うんうんうん、で一方の機能は対極にある一方なくして存在し得ないよと。なので個人内においても、うん、感覚を思考する人は実際はひらめきや先のことに対するビジョンを描くこともあるが、うん、どうしても実際どうするか、うん、ということについて話したり考えたりすることの方が、うん、にエネルギーを費やしがち、うんうんうん、で確たることが得られない限り行動に移さない。同じように直感を思考する人も、うん、具体的なことに気づいている時もあるが、うん、例えば今日見た事実の意味を知るため、うん、あるいはそれらを意味あるものとするために、うん、もっと大きな文脈の中で捉えようとする、うんうん、例えば明日起こりうるかもしれないことの関連性や、うん、他のことに関連しているものについて、うん、急に考え出して、うんうん、そっちにエネルギーを費やしたりしますよと、うんうんうん、この辺まで読んで、うん、体調どうですか？なんかやっぱちょっと直感、うん、まあなんか度合いはね、うんうんうん、あると思うんですけど、うんうん、やっぱ直感の度合いもなんか直感の度合いもあるけど、まあわかんないですね。意識して掴んでる気もします。直感もう一回直感なんで、はい、ひらめきとかですよね、はい、でまあなんかどっちもあるなみたいな、そのアイデアみたいなのも大切だなっていうのはあるじゃないですか。あ、それは社会人ですか、ね、社会人、はい、だけどこう何かをやるときに、はい、じゃあどうすんだみたいなのは考えるじゃないですか。そっちですよって僕はもう、うん、おやトライアンドエラーだよ、うん、そうそうそうって僕は思ったりしている、うんうんうん、あとあっていうところで、うん、一旦はい初対面二等兵の友人屋です。 T 隊長です。最近やってなかったですね。そうですね、はい、未だにピンとこないのですが、ざっくり全体が直感で、うんうん、しっかり細部が感覚というイメージですかね、うんうん、仮面巨人さん、はい、なるほど、はい、そんな感じですよね、うん、と。あ、愛さんお世話になってます。実験屋さんと論理屋さんですかね。分かりやすい。あ、うんうん、まあそうですね。そうですよね、うん、くしくも言ったトライアンドエラー。トライアンドエラー、はい、やってなんぼだよ、うん、そう、そのなんかやってみないと分かんないじゃんっていうのはありますよね。そうなんです。だからやる、とりあえずやる、はい、考える前、はいはいはい、って考えるとやっぱり S かなっていう。なるほど、うんうん、エジソン感覚ときたらテスラ、直感と引き合いに出したくなるのですが、テスラのスペックが高すぎる悲しみと。なるほど。直流と交流とかでよくテスラが出るじゃないですか、エジソン。あ、そうなんですか、うん、あのテスラ交流を考えてた、直流を出したときにエジソンがみたいなので、よくでエジソンは成功してるけどテスラは成功してなかったみたいな。テスラが成功してない。テスラが成功、うん、テスラってあの電気自動車の。あ、違います。テスラコイルとか昔の人、エジソンと同じぐらいの時にいたテスラって人。ああ、うん、そういう、うん、科学者人がいるんですね、うんうん、僕テスラってあの成功者だ。あ、そっちのテスラじゃないです。あ、そこから取ってる可能性ありますよね、テスラ。あ、なるほど、うん、要は
電話のベルよりも先に電話を開発してた人がいるよって話ですね。なんかあの電線電直流、今電線とか交流じゃないですか、はいはいはい、あれをエジソンは直流でこう広めたみたいな、逆だったかな。いや、そういうのありますよね、うん、だけど本当でエジソンの方がそういうのが実際できて上手だった、売り込みとかが潰すのが、そう潰してね、うん、はい、っていうので、そうで実際はテスラの方が勝ちですねと、うん、天才ニコラテスラさんはエジソンの姑息なマーケティングに負けましたと、うんうん、あ、そういうのはなんか見たことがありますね、うん、よくあります、 YouTube 動画とかでもよくあります。なるほど、僕の興味には、うん、引っかかってこない。そういうの僕のとこよく出てくるんでよく見てますよ、ね、なるほど、うん、